北条貞時。北条貞時は、鎌倉時代後期の北条氏一門の武将。北条氏徳宗家当主。鎌倉幕府第九大執権。在職。公安七年。1284年昭安三年。1301年。第八大執権。北条時宗の着難。母は、足立義景の娘。堀内殿。角三に。文8年12月12日。 1272年1月14日、宝城と木宗の着難として、鎌倉に生まれる。幼名は、雪としまる。天治三年、1277年12月2日に、元服して定時と名乗った。この様子は、天治三年期の同日上に、特捜家着難の元服の貴重な記録として、残されている。この時の絵星親は、明確には示されていないが、 二宗の御所西のご講師に登らる。西のお侍の記述から、元服が行われた場所が二等御所の西侍であり、越州国元を申さる。その後失業化。ついで賢い期、イコール定時五連中に参らる。という表現から、当時の将軍、これ安新郎が立ち会ったことが伺えるため、これまでの特捜家当主と同様に、将軍、これ安新郎を、 エボシ親として元服したものと見られている。元服に際しては、エボシ親の変記、実名の一時を受けることが多いが、定時の名乗りを見てわかる通り、将軍の変記、これす親王の重み、または安氏の一時は受けなかったようである。同時代の上の立場のもので、帝の字を用いる人物はおらず、研究では祖先とされる。 平貞盛にあやかったものとする見解が示されている。もともとは、細川茂雄がこの説、加えて、貞時の息子、高時の子が、高持王に由来するとする説を唱えたものの、根拠なしとして、論文等では示してはいなかったが、角田智彦が根拠付きでこれを指示している。これは、細川が著書で、父の自習の代に、 徳宗家による政治支配体制を確立させるにあたりその正当性を主張するために、祖にあたる北条義時を竹内すくねになぞらえる伝説が生まれてるふしていた。ことや、自習とは不可分の関係にあった平頼綱、定時の乳母の夫にあたるが、自らの価格を向上させるため、次男、助宗、助宗とも各の名字、名前の一字を、 平助すに求めた可能性があることを述べており、こうした考え方が可能ならば、同様に自習が自分の着難の名字を平らさに求めたと考えることできるのではないかという理由によるものである。加えて、角田は、さ時の第二は、将軍御家人という変記の授与の図式は存在せず、特捜家当主であるさ時の定の字が他の御家人に与えられる図式この時代に、

安定しなかった。これは、貞時に兄弟がおらず、また、叔父、父の実弟であった、北条宗政など有力親族が創生していたために、幼い貞時を支えるべき判定が、全く存在していなかった,たとされる。このため、学生は、貞時の外祖父、ただし血縁上は、外叔父である、有力御家人で、公安特性を推進していた、足立安森が掌握するが、 安森の施策は、特捜家の勢力を削減して御家人らの、既得権益も犯したたに、幕府内で孤立した。このため特捜家出自、内官僚で定時の乳の夫にあたる平頼り津なら、半阿達勢力との対立が激化する。公安八年、1285年11月17日、頼津なの残言により、安森を討伐する命を下す、下月騒動。 これにより安森派は一掃され、頼綱が実権を掌握して、権勢を振るった。昭和2年、1289年には、将軍、これ安新王を退けて、久明新王を擁立している。頼綱は佐時を擁して御家人保護を全面に出す、ことで、権力基盤としていたが、内官僚とは、 徳捜家の火星機関の主張として強大な権力を持つ一方で幕府の使用構成員である表情衆、引き付け衆ではないおうちびとあり、将軍家に仕える、御家人と北上家に仕える内官僚ではそもそも身分差が大きく、幕政を主導すること自体に無理があった。このため安森派の生き残りである、宇都宮かげなら有力御家人らの反省力によ、不満が高まり、より綱は、 給与の策として、特捜機関に観察権を与えて強圧的な政権運営を行うが、これにより成長した佐田時からも見切りをつけられることになる。昭和六年、1293年4月22日、佐田時は幕政を労断していた頼綱とその一族を、鎌倉大地震、永忍の大地震の混乱に乗じて中殺した平禅門の乱。実験を取り戻した佐田時は、 一門の北条諸時、いとこ、宗政の子で、後、第十来執権となる、公術三照や、方らを抜擢し、また下月騒動で追放されていた、金沢北条家の北条武史寺の復権も、断交し父の時代へ回帰することを基本方針として、特捜家主導の先制政治を強力に推し進めた。十月には、引き付集を廃止して、賢治、諸時、総選、後、 第11代執権、皇術参照、長井宗秀、宇都宮か月つな、君とキラ7名を新設した失踪に任命するなど、安森派の登用を後ろ盾として、訴訟制度改革を行い、特捜家による先制政治の強化に努めた。また、現行後にも、薩摩沖に異国船が出現するなどの事件もあり、A24 年、1296年には、 鎮税短大を新たに設置するとともに、西国の守護を主に、北条一族などで固めるなどして、西国支配と国防の強化を行っている。そして、現行による膨大な軍費の出費などで苦しむ、中小五家人を救済するために、永忍五年、1297年に、永忍の特性例、関東五特性を発布するが、これは借金をしにくくなるという逆効果を招き、 かえって御家人を苦しめた。昭安三年、1301年、鎌倉に水星が開い、現在の破礼水星にあたる、これを上乱の協調と有料した佐時は出家し、執権職をいとこの北条諸時に譲ったが、出家後も幕府内に隠然と政治力を保った。加元三年、1305年4月22日、佐時は鎌倉の宿館が消失したため、 諸時の館に移ったが、その翌日に内官僚の北条隆史方によって、貞時の命令として、連署の北条時村が殺害される事件が起こった。貞時は5月2日、時村殺害は、誤りとして御代院高よりらを中殺し、5月4日には、宗方の陰謀として宗方とその与党を中殺した、加減の乱。この事件に関しては、執権の諸時と胸方の対立。 さらに、徳捜の佐時と歴代にわたって、冷や飯を食わされていた、北条終戦の対立が背景にあったとされている。徳次三年、1308年8月4日には、将軍の久明親王を廃して、この森国親王が擁立された。また幼い息子である、北条高時の足場固めの布石として、長崎延期、足立事件を登用し彼ら二人を高時を補佐する。 領として、備えようとした。延京2年、1309年1月には、高時の玄服式を行っている。だが、幕府の内外に問題を抱え、家庭的にも息子二人に先立たれた、貞時の政治は、次第に制裁を欠いて情熱は失われた。貞時は、次第に政務をおろそかにして主演にふけることが多くなり、大内人の平政連、中原政連から、 そこの改善を願う趣旨の感情を提出されている、平ら連されんんくさ。王朝元年、三百十一年九月二十二日には、高時が成長するまでの中継であった執権の、諸時が死去し、加減の乱で佐田時と対立した、宋先が執権に就任するなど、最万年の佐田時政権下では、世代交代と特層権力弱体化が進行し、佐田時が、 平頼綱を滅ぼして以降気づいてきた特捜による先制的な体制は崩壊していった。一方、最高権力者であるはずの定時が政務を放棄しても、長崎市らのおうちと、外籍の足立氏、北条氏所家などのよりあい集が主導する。よりによって幕府は機能しており、特捜も将軍同様装飾的な地位に祭り上げられる結果となった。定時は、 諸時の後を、応用に1ヶ月後の10月26日、1311年12月6日、西居。去年41、満39歳没。死に臨んで、貞時は、長崎延期と足立事件の二人を枕元に呼び寄せ、高時を補佐し幕府を盛り立てて行くよう命じたという。病書は、鎌倉市山の内の随鹿山縁学寺の、達中仏日案。 木造も収められている。高時はわずか9歳で、特捜家の家督を継ぐが、すでに貞時の晩年に、特捜の地位は形外化しており、政治的な主導権を発揮する機会もない形式的な存在のまま、現行3年、1333年の現行の乱による、鎌倉幕府の滅亡の時を迎えることになった。古典、太平記では、貞時は、 祖父の五代執権、北条時頼と同様の開国伝説がある。定時は、徳宗家による先生の強化を通じて、幕府の権威回復に乗り出した。この改革を助けたのが、徳宗の側近として活動してきた長崎園キラ、大内人であった。だが、徳宗とその周辺への権力の集中は、やがて大内人をはじめとする、幕府首脳部への権力の一極集中を促し、 政治の腐敗などにつながった。政治の貧乱は、悪党の春道などの社会不安を弱気するなど、後の後醍醐天皇による倒幕運動が始まる縁員を作り出した時代でも、あった。晩年の定時の行状は、乱れて、連日のように主演を開いたが、一門の宝城、定明すらもその乱行に嘆いて、書状で、連日を避け、当時何事もさたありぬとも覚えず候。 あざき入り候、欺あざき利口と表し、また貞明は、延期に相乗を頼んだ要件が年を超えても未だに、相乗されていないことにも慌てたという、延教三年初頭における、貞明書状。この、貞時の乱行が、時代の高時の乱行として引用されることもある。日付イコール旧歴、貞時の第二は、帝の字を、 一般の御家人に可視する図式が成立していたことが論文によって指摘されており、前述参照、これに該当する人物は以下のものと見られる。他、他、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。